阿部監督。まさかのキャラ変。新体制となり、14日からジャイアンツ球場で始まった秋季練習もすでに第2クールまで終了。阿部新監督は支配下だけでなく育成の若手選手まで、投手や野手のポジションを問わずに精力的に指導を行っている。ここまで見せている表情は以前のような鬼軍曹ではなく、朗らかな笑顔が何よりも印象的。監督就任時にチームへ変化を訴えかけたが、自ら率先して実践しているかのようにも伺える。こうした変わりようにナインの反応も様々だ。ある選手が明らかに穏やかになられているし、優しそうな雰囲気を作っているのがわかりますよねと話せば、阿部さんも何か変わろうとしているわけだし、自分たちもその優しさに甘えるのではなく、しっかり結果で応えないといけないと息巻く選手もいる。また別の選手は、技術的な話よりも雑談などで話しかけてくれます。阿部さんの方からコミュニケーションを取ろうとしてくれているのが分かって嬉しいですと率直に喜びをあらわにしていた。もっとも、すべてを額面通りに受け取る選手ばかりではない。中にはこの仏モードは一時的なものだと推測する者もいる。阿部さんなりに、若手選手でも萎縮せずに話せる雰囲気を作ってくれているのは間違いない。あくまでこの時期だからこその限定的なキャラクターで、時間が経てば勝負のモードに切り替わっていくと思います。阿部新監督の仏化現象はいつまで続くのか。それとももう二度と鬼軍曹には戻らないのか。鬼軍曹。昭和な考えの記者ですな。やはり何事も切り替えは大事よ。いつもニヤニヤしてたらバカだべ。公式戦が始まればまた別の顔も覗くだろうね。それだけ厳しい戦いが待っていると思う。もともと阿部慎之助はこんな感じ。僕も変わるのでの第一歩じゃないの。彼は巨人の元首相と4番と第2の監督と言われる保守を兼任し、黄金期を支えた男ですからね。飴と鞭を使い分け、選手のモチベーターになることなんてたやすいでしょう。